オープンニューラルネットワークエクスチェンジはオープンソースで開発されており、機械学習や人工知能のモデルを表現するための代表的なフォーマットである。ワンクスは GitHub で入手できる。2017年9月に Facebook と Microsoft は p i t u チ c h や c a f e などの機械学習フレームワーク間において、総合運用を可能にするための取り組みとして、このプロジェクトを始動した。 その後、IBM、ファーウェイ、インテル、AMD、ARM、クアルコムがこの取り組みに対して、積極的な支援を表明した。2017年10月に、マイクロソフトは、コグニティブツールキット及び、プロジェクトブレインウェーブプラットフォームにおいて、ワン・ンクスのサポートを発表した。2019年11月、ワン・ンクスは、 リナックスファンデーションに AI の卒業生プロジェクトとして承認された。以下の特性を補完する意図にて開発が進められた。開発工程や機械学習の高速処理、ネットワークの基本設計における柔軟性やモバイルデバイスでの推論などの特定の段階において、開発者が複数のフレームワークでのデータのやり取りを簡単に行えるようにする。 ハードウェアベンダーなどはワンクスを対象に調整を行うことで複数のフレームワークにおけるニューラルネットワークのパフォーマンスを一度に改善することができる。ワンクスは推論に焦点を当て拡張可能な計算グラフモデル、組み込み演算子および標準データ型の定義を提供する。それぞれのデータフローグラフは非循環グラフを形成するノードのリストになっている。 ノードには入力と出力があり、各ノードが処理を呼び出すようになっている。メタデータはグラフを文書化する。組み込み演算子は、ワンクスをサポートする各フレームワークで利用、可能である。マイクロソフトとフェイスブックは、アップル、アマゾン、グーグル、IBM と共に AI のパートナーシップに参加しており、広く一般に認知度を高め、研究を促進する活動を行っている。 ありがとうございます。